さあ、行くか、りょう。どんな懐かしの顔ぶれがいるんだろう。鍵なかんだかっよ。てやがる。いきなり出鼻くじかそうれなだったらピッキングを極めるか誰かの鍵をもらうしかない。よし、ピッキングを極めよう。そっちの方が早そうだ。ああ、でもダメだ。師匠と呼べる人がいないわ。誰かに鍵もらう。それこそね、サミエル。こいつに色仕掛けは通用しないからな。あ、これ何？あった。今取ったらバレる。サミエルが調べてるのはスプリンクラーいや、まか。たスプリンクラーで誘導すんの？ワンパすぎるでしょ。あ、ごめん。ちょっと待って、鳥はね、驚かしたくないんだけど。あ、危ね。見る。スプリンクラーに何か起きたらサミエルが調べに来るはず。でもエヴァンが邪魔だ。どうしよう。今そこどいてくんない？学校にいちゃダメだろ。くそ、もう話できねえ。あ、時間巻き戻して。ちょ、待って、鳥どっか行け。あっち行け。最低だな、マジで。ほら。ちょっと。ごめん。くそ、なんでこっちに来るんだよ。あっちに行けっつうの。てれんれれん、エヴァンに悪いことしちゃったな、みたいにならないもんな。もう一脅かしするか。ええー、鳥マジ意志持ってやるりだろ。直しだ。なんか意味ある？あ、壊す。目の前なのにエヴァンが邪魔。すぐチクりそうだしな。疑ってるな。いや、結構悪さしたけど、いてくれたからな。あ、なるほどね。ここに置いて。反対側に追いやるぞ。反対側に追いやる。方向が大事ってことか。目の前なのにエヴァンが邪魔。反すぐ対。チクりそうだしな。反対側に追いやる。向き。あの鳥を追いやればスプリンクラーを壊すとこを見られなくて済む。こっち側から脅かせばダメ？ちょっとマジやりね、直しだ。普通のゲームだったらもう何回目かにはもう失敗になるけどな。ダッチがして、反対側に追いやるぞ。反対側ってなんだよ。こっちから脅かしたら当たり前だけど意味ないしな。これ何、なんか役に立つの？ここの、これも立たないよな。何これ。マックスならカメラマンに応募してたかな。なるほど。ブラックエルトーテム新聞。いや、そんなことはどうでもよくて。ダメだ。もう少し。これ何を求められてんのかがわかんねえもんな。闇雲になってもしょうがねえ。一旦考えよう。考えます。考えます。あ？ああ、やっちったよ。もうダメだ。なんか人の迷惑になることしかやってねえ。戻りは捨てろ。嵐に舞え。ちゃんと道路舗装してんだから、それは別に、これマジで可ここ愛いにわ、自正義由だはな。ないよ。無情な足跡。ごめん、本当に悪気はなかったんです。もう一回チャレンジすっか。どうしよう、鳥。どうすりゃいいんだろうな。
で、ここでこうやったらどうなる？外に行けって。なんか正解っぽいぞ。なんだよそれ。やった。おお、完璧。あ、喜んでるわ。よし。あー、長かった。スプリンクラー破壊。スプリンクラーに殺害を。ブック。ちょ、マジ物壊しすぎだろ。あとはサミュエルがスプリンクラーを。時に、そうそう、バチ当たれたまには。水浸しになってちょっと服すけろ。よし、ちょっとさっと立ち上がってさっと取りに行かないと。スプリンクラー、ここで水を打つっていう、なんかあの、そんな非道はないか。ごめんサミュエル。うん、そう、不良娘でごめんよ。ドリューの部屋を探すか。よし、これ時間戻せる、あのマックスだったら絶対探索終わった後に戻すけど、入るなら今だ。あれ、なんか出てくる、誰か。いらなかったじゃん、鍵。あ、でもないわ。クロエかわいい。ごまかし方やばい。スキップ、調子はどう？あえて嬉しいけどさ、ここで何してんだ？定額になったろ？友達に会いに来た秘密の任務だ。なんかこいついいやつっぽいけど、なんかだんだんジェファソンポジションな気がしてきたな。デーモンの手下かもしれないな。ちょっとあんま喋らんとこ。別に、友達に会いに来ただけ。でも、寮に入れてやるわけには。よし、これ行こう。私は入るから。見逃してくれるだけでいい。いや、無理だって。というか、正当な理由がないなら、早急に敷地から出てもらわないと。うん。行くぜ。あれ、スキップには悪いけど、うん、絶対中に入らなきゃ。罪悪感を感じさせると。罪悪感を感じさせたら入れてくれるかな。このシステム面白いけど、なんかもっとガンガンやってきゃいいのにな。行くぜ、チャレンジ。正当な理由、女性ならではの理由。女性ならではの理由。女の子の日なんだよ。なるほど。腹が痛くてトイレに行きたい。それはこれで満足？うん。いや、仕事だから聞いただけ。これはもう入れざるを得ないでしょ。ひどい。ひどいな、スキップ。自分でも分かってんだろう。もう早くもゴールにたどり着いた。クロエ、なんか怪しいな。待った。今朝もトイレに行きたいって。そうだ。中に落書きしまくっただろう。あれが女の子の日だ。いや。私じゃん。いや、そうだな、私だわ。校長にボロクソ言われたんだぞ。いや、あれはボロクソっていうか、もう訴訟だろ。出て行かなかったらどうすんの？無理やり放り出さない限り私は入るから。クロエ、いい加減にしろ。俺も仕事なんだ、もう行け。え、これ失敗？高校生のガキが調子に乗るなよ。な、怖い。なんかどうした、お前。どいつもこいつも俺をバカにしやがって。いや、バカにしないって。面白いやつだと思ってるよ。え、やめてやる。警備員なんかやってられるか。え、お前ももう勝手にしろ。え、なんだよお前。スキップ、ちょっと。マーシューズ、駐車場で不審な車が報告された。校長。え、そんな理由でいなかったの？一作目で。そうですか。でも、それくらいで無能のあんたでも対応できるだろう。今、何と言った？完全に切れちゃった。
いやあいつねマジモンの無能だからね校長本当にぜひね一作目やった方がいいよみんな落ち着けよまだ5分しか経ってないいや5分3、うん、そうだねリアルタイムだの、はい、すぐやるよ急げ分かりやしたドリューの部屋を探すかはいよしオッケーなんかスキップに悪いことしたなでもこれ普通に正当なストーリーでいくとあれなのかないやもうマジでもうだらしねえとかのレベルじゃないだろ本当に可愛いは正義で許されてんなとんでもないやつだなサミュエルもなんかあれですげえお叱り受けるかもしんねえしよしドリューの部屋はどこだわ日本人森組長違う森林局速報だったなんだよ森組長って言って思ったのああ、なるほど。これ結構大事なんじゃない?どれくらい火災が進んでるかみたいな。オレゴン州アルカディアベイ森林局。あ、今回はなんかね、山火事があれなのかもな。その、前作で言うとこのストーム的ポジションなのかな。で、午後4時51分、カルミネーション州立公園の、火災は、延焼食い止め率 50%。追加の道路封鎖情報は現地メディアで確認を。はぁ。炎症食い止め率 50% がどれぐらいかわからん。これは、言っとくよ。俺全部部屋行くよ。マジで。これあれじゃないか。誰だろうな。誰の部屋?見れねえんかい。ご想像。これ誰?エリオット。寒すぎだから。お。てかそうだね。マックスの彼氏もそうだったけど、あのね、ウォーレンもそうだったけど、なんか書いてあるな。ソーシャルノットパスどういうこっちゃね彼氏の部屋入るか腹鳴った音かと思ったら今グーってあコカ・コーラクラリネットあるのねこれファミコン違う日記だ世界は人を傷つけ傷つけられた場所から強くなる人もいるなんか悲しくなるな、うん壊れた場所アーネスト・ヘミングウェイの生涯世界を人を傷つけられた場所から強くなる人もいるあヘミングウェイの言葉だ覚えておこう優しそうなお母さんだなおかんからのメールか読もうおめでとうエリオット奨学金について手紙が届いてとても誇らしい気分よ手紙は家族みんなに見せたわおばあちゃんは当然よ私の孫だものですってこんな言われてえなそれから4月4日のことお父さんからまた電話があった私からは随分先の話だしあなたはまだ学校で忙しいと思う忙しいと言っておいたでももし夏休みにお父さんと一緒に過ごしたいならもちろんそして構わないわなんかあのね離婚してんだなこれであまり学校の女の子たちを悲しませないようにねなるほどねちょっとプレイボーイだっていうなんかその皮肉ったのも踏まえてママよりかそのパパとママね別居してんのねこれねほんとアメリカよくあるよねデーナモテモテデーナ何ローガン・ロバートさんローガンはね一応まだ作中には出てきないけどあの超いじめっ子キャラとしてね一作目ではまあ有名だったからねで女子の話ローガンからのメールか。エリオット、お前、デーナワードと英語の授業一緒だよな。どんな子だ?俺、あの子、可愛いと思っててさ、あの子に俺の良い噂話してくれないか。頼まれたってバレないようにな。頼んだで、なるほどね。これはね、ローガンやりそうだね。ローガンね、その1年後のライフ・イズ・ストレンジでもこの気持ち変わってないからね。なかなか、一途だよね。あ、違う、これじゃない。次。ウォーレンって、ほんと、オタクウォーレン来たマックスのね彼氏でねそのまあすごいあのいいやつでねその皮肉とかジョークが好きでなんかバカっぽいなって思ったらめっちゃあの成績いいっていう隠し設定があるキャラクターウォーレン・グラハムアイリオットとメルカそいつは間違いだねめっちゃあの返事しやってんじゃん史上最悪の映画確か、いろいろとひどい映画を作ったが、史上最悪と言われたアウトオブスペースの後にも最高にひどい映画はある。ナイトリーパーは見たが、巨大な肉食ウサギに比べたら宇宙ゾンビくらいなんだよ、ウォーレン。二
人とも映画オタクなんか。へえ、意外とエロサイトとか見ないんだ。真面目。あ、履歴見てんだ。なんか他に意外なもんねえかな。めっちゃコンドームあるみたいな。普通、ある意味味気ねえな。でも写真、ちょっと待って、一応全部見たいんだけど。いやーこれ何、日記？なかなかいいじゃん。彼女が部屋を出たその時、電流が走った苦しみ。あ、なるほどね、ポエムね。はいはいはい。ダークだな。てか絵うまいね、みんな。彼女の姿をレンガの建物に、刈られたばかりの芝生に見る。コインのような明るくきらめく瞳。私森よ、彼女を連れて行きはしない。だが闇の神は笑うのだ。どういうこっちゃね。これ誰のこと書いてんだろう。太陽がもうすぐ上がろうという瞬間、海は暖かく穏やかで、溢れる光は揺れる波の上を撫で、形のない冷たい無限が一つの線となるとき、その一瞬だけ不可能はない。すべての答えはイエス。私の心も彼女の瞳もイエスという。もういい、あのね、喋りながら何言ってるか全然分かんなかったわ。エリオット、こういう才能あったんだ。イラスト？これポエム？みんなが彼女を見て誰も彼女を見ない。なぜだろう。なるほどね。見てるけど本当の彼女を見てないと。世界がすべて否定と闇で覆われ、彼女は轟音のロケットのように叫ぶ。炎の尾を引きながら、はあ、待てよ、これ私のこと？てか同じこと書いてんじゃん。何やってんだエリオット。 You are about to die。 お前は死に向かってる的な。なんて幼稚な君、なんて愛、愛らしく、なんて残酷。黒いナイフからこぼれることを滴るインク。なんかやばそうな感じしてきたぞ。大丈夫かこいつ。他は、あと写真見る。わあ、このライブを覚えてる。すごい昔なのによくこの写真持ってたな。それはまあ好きな女の子とのツーショットはな。ただ黒いがやたらでかく見えるんだけど大丈夫かこれ。奨学金の成績がいいのは知ってたけど、学費全額免除だったなんて。あ、マジで。多分ウォーレンもそういうポジションだよな。エリオットもそれなりに坊ちゃんだよな。ブラックウェルが似合ってるかも。なるほどね。あのケイトとかもね、写真見る限り結構いいとこのお嬢さんなんだよな。採点済みのテスト。エリオットすごい勉強してるもんな。 A プラス。尊敬できるな。あ、世界は人を傷つけ、傷つけられた場所から強くなる人もいい。もうだいぶ長い間エリオットとライブに行ってないな。行ってやれよ。あ、でも複雑だな。あんま男とは付き合ってほしくないな。どうしよう。これなんでラクロスのスティック、もう見るとこないかな。まあ堪能したしいいや。こいつはどういうやつなのかちょっとまだわかんないけど、涼しい顔してん、なんかもう結構やりたい放題だよな。それが黒い様だ。ここね、確かあれなんだよ、なんかあの姉さんの部屋だった気がするんだよな。うわ、これね、ちっちゃくて読めねえな。もうちょっとでかいもんじゃない、それよかったな。間違いなくドリューの部屋だな。あれ、これでも姉さんの部屋だよな。なんか入れないの。クソ、男子寮の汚さ。何これ、写真。すげえ気色悪い。マックスならどう思うかな。これ何なの。ネイサン・プリスコット撮影腐るの。は、マジでキモい。ネイサンって気味悪い。バナナじゃなくてオレンジでよかったろ。何これ。え、これネイサンの部屋違うか。なんかその晒し物にされてんのか。すげえ気色悪い。マックスならどう思うかな。一体ネイさん何やったのこの1年間で。もうそれが気になってしょうがないよ。悪いことって分かってるからこそ興味が出るんだけど、合法になったらなったでいいや。ああ、なるほどね。その葉っぱが合法にな、その州ごとによって違うもんな、アメリカって。うん、全然
そう、あのシーサイではね、ネバダ州では死体捨てても罪にならないっていうのがあったからね。そうだからなんか、あの自分の夫を、死んだ夫をバラバラにして、あの公園に捨てたやついたけど、あれ罪じゃないらしいからな。もう今は知らないけどさ。でも姉さんの部屋ここだよな。なんか姉さんの部屋って分かるようなもんないかな。まあいっか、進めるか。ドリューの方で何ある？え、ノックする、開ける、見るって何？覗くと金だけ取ってさっさと逃げた方が良さそうだな。まあノックしていなかったらもう強行突破できるから、ノックじゃない。いるくせー。あ、いない。あ、オッケー、開けよう。クロエ様が遊びに来てやったぞ。なんだこの部屋。あ、ザ、そのスポーツ好きっていうかジョックの部屋だな。よかった、ドリューは留守だ。さて、私がドリューならどこに金を隠すかな。どうだろうな、なんか、あーってか、このもう万年どこか、この下はもう汗とかで大変なことになってるだろうな。まあ いや、まずちょっと家族写真でも見よう。幸せそうだな。ね、本当にいい写真だこれ。フィギュア、ちょっとフィギュア見してよ。オッケー。マイキーのフィギュアだ。ちょっと待って、こいつあれ昨日やったゲーム意外と楽しかったな。なんか取られてんじゃねえ。面白そうだな、俺にも貸せよっつって。いや、そういうことするやつじゃないのかな、分からん。でこんなん同じのないだろ。ズーバロン、前の戦いでは敗れたが、まあ、ここまで分かりやすい悪役もいないだろう。でもすごいうまいな。ブラッド軍曹 VS マニアカルね。これあれ、あいつが書いてんの。へえ、かっこいい。うわ、恐竜、俺恐竜めっちゃ好きだぜ。ドクタータイムボット、ジュラシックエディション。意外な趣味、なんか急に好きになったんだけど、どうしよう。え、待って、じゃあこれさ、この物語はな、あいつが作ってるのはドゥーガロンの殺戮の迷宮、陸漢字で書いてくれよ。ね、どこも見るか。マイキーはここに寝泊まりしてるんだな。え、これ、ちょっと待って待って、これあの、え、これ誰の部屋？え、これ待って、ドリューの部屋じゃないの？なんだマイキー。あ、え、同じ部屋なの？あ、一部屋に二人式？あ、そういうことで、これベッドと、あ、なるほどね。あの、あ、そういうことね。なんだよ。あ、だこっちがあいつのベッドね。あの、ドリュー様のベッドね。で、これあの、ドリュー様の、なんかエロ本だとか、爆竹だとか入ってる、あの、完全ホームアローンのバズの箱だわ。金はこの中か。うん、あったぜ、バズの隠し金庫って。よし、4桁の暗証番号を当てればいいんだな。なんかこの辺にあるっしょ。バカだから多分誕生日とかじゃない。マジかよドリュー。え、あ、そうか、アメフトか。大学の特待生か。これスポーツは強いんだよ。アメフトに夢中になるわけだ。オレゴン州立大学へのスポーツ特待生としてのご入学おめでとうございます。長年多くのプロ選手を輩出してきた本校のフットボールチームであなたは素晴らしいスキルと個性を発揮し、大いにご活躍されることをお祈りしてます。お祈りメールではない。ドリューってこんなにスポーツできるんだ。この街を出るのが楽しみだろう。なるほどね、だからこいついないのかな。なんかその一作ってそのライフイズストレンジにはこいつはいないんですよね。だからそのオレゴンの外出たのか殺されたのかなんか知らないけど。フランクの話は本当か。納金仲間に薬を売ってんだな。なるほどね。な、ハッピービタミンもっとあるか。どういう名前だよ。体がクタクタだ。昨日お前の代わりにタックル受けてやっただろう。俺がいる限りお前誰もお前には触れられないぜ。だからとにかくあれをくれ。ちょっとリラックスしたいだけなんだ。しかもザックかよ。ザックからドリューに来たメールか。あれ、ザックもさ、アメフト部なんだ。
まあそうだね、ローガンとやってたもんな。この町で苦労してる人は多い。ドリューは将来有望でよかったな。そうだね、こいつはその趣味じゃなくてマジでそのスポーツに才能があるやつなんだな。はい、じゃあ数字使えそうな数字がある。あ、なになになに。あー、なるほどね。そうか、ちょっとメモっとくか。こいつの誕生日1992の43だから0403かもしれないし、マイキルノス、これ弟が1996の1227。面積同意書、面積についての同意。私は、私の子供がブラックウェルアカデミーの体育館授業に参加することにより発生し得る危険について理解しています。私はここに緊急時における判断をブラックウェルアカデミーの、教職員に委任し、その後発生するいかなる医療費も負担することに同意します。何これ、どういう、向こうの体育ってこんなん書かされんの。なんかうちの学校で君んとこの子死んでも関係ないよみたいな、ありえないっしょ。まあいいや、ちょっとこれ試すか。その早く開けて金持ってった方がいろいろ身のためだからな。まあまずね、直球、誕生日1992の年でいきましょう。はい、くそ、これじゃない。なるほど。じゃあもうね、0403でしょ。もうね、そんないろいろ覚えてらんないもんね、あの頭には。くそ、これじゃない。じゃあそのきっとね、弟思いのとこあるからね、弟のね、あの誕生生年月日の西暦で6か。くそ、これじゃない。いや、弟の誕生日でしょ。弟の誕生をね祝わない兄貴などいないから、弟の誕生がもう何よりも嬉しいと。あ、いた、やったこういうの楽しいな。そりゃな、結果が出たらな。これ出なかったらマジ地獄だぞお前。何これ、かわいそうに。お前もドリューにいじめられたのか。こんなかわいい犬をいじめんだよ見つけた。お、めっちゃ金ある。こういう仕事の才能はあるか。まあ未来を見てきた限り才能はなかったな。うわ、でもこうやって見るとなんかあれだな。金はもらった。さっさとここを出よう。いやー、なんかそのマックスが有能すぎて、なんかクロエのいいところが何も出せなかったライフイズストレンジャー、それはそれでかわいそうだな。さっさと出るに限るぜ。あーあ、めんどくせ。天井貼り付け、忍者みたいに。あ、もう無理だな。あ、いけるいける。よう、エラモン。クロエ、ここで何してんの。ドリューを探してる。ドリューとなんかよろしくやってるみたいだから。別にいや、別にぶらついてただけ。オッケー、また TRPG がしたいとか。うわー、ちょっと待って、今からやらされるのマジしんどいしんどい。マイキー、逃げるぞ。意味がわからない。ちょっと待って、昨日の続きでもやりに来たのか。逃げるぞって何。そしてマイキー、荷物をまとめろ。行くぞ。いや、何これ。普通高校生でしょ。待てよ、ドリュー。落ち着けって。お前、絶対学生じゃねえだろ。ずいぶん焦ってるみたいじゃねえか。あれ、誰、何が起きてる。同じだろ、これ。2種類。これ何なの、この絶妙の違いしかないやつ。まああれ誰かな。いや、何が起きてるかな。ドリュー、どうしたんだよ。いいから、マイキー、お前はここにいて声を出すなよ。絶対にドアを開けるな。いや、なんだこいつ、責任感あるいいやつだな。何なんだ。デイモン、ここはまずい。学校まで来ることないな。あれがデイモンかよ。そうか、じゃあ俺の金はどこに行けもらえる。やばい、ドアの向こうの音ちょっとおかしいだろ。
売れねえんだよ。今は需要が低いんだ。海の中みたいな。でも1日2回の練習を始めたとこだ。きつくなったらきっとあんたの在庫もすぐに。なるほどな。1000ドルは大金だぞ。どこにある？だから今はないって。これ渡すか渡せないかみたいな。おやじさん失業したんだってな。大変だ。きっと金にも困ってるんだろう。で俺の金は？この対比がいい。どうしろってんだよ。魔法みたいに出せるわけねえだろ。さっきでもあるわ。俺の金はどこだ。殴んなくてもいいだろ。俺は金はどこだ。頼むよ。あと1週間だけ。もうダウンか。お前それでもフットボール選手。いやいや、お前は絶対出るべきだね。バレないとでも。なんなら黒いの方が強いまである。俺の金をパクりやがって。バカだ。やべえよ、クソ。うわー、黒いお姉ちゃんめっちゃどうしよう。マイキーのそばに、いやもうデイモンに金渡した方がいいかな。てかそのデイモンってやつともちょっと直接会いてえしな。マイキーのそばに行ってそのマイキー抱きしめてあげたりするんだったらそれ見たいけど、うん、これもうほぼ左じゃない普通に。待て、やめろ。金ならある。客がいたとはな。よーマイキー。なんで知ってんだよと思いながら、どういう関係でお前ら。それでお前はどこのドイツだ。フランクに頼まれて集金に。ブラックウェルのクロイだ。あいつの話ってそういうことか。待て、お前シェルドンとやり合った女か。シェルドン、あれ、まあ、工場のあいつ。ちょっとそう、女だけどすごいだろ。ちょっと買ってくれよ俺のこと。自業自得だ。だからない、自業自得だ、ね、あのクソ野郎しつこく絡んできたからマナーを教えてやった。こういうの好きだろ絶対こいつ。ほうっていう感じの。フランクが言ってた通りの女だ。何を言ってたんだお前ら。金を見せな。そのお金は。ああ、結構軽いビンタだ。え、なんで腕なんだよお前。それはお前の受け身の問題だよ。確かにマイキー、お前の兄貴は俺を舐めるとどうなるか分かってないみたいだ。え、やめろ。弟は。あ、弟なの。兄貴にしっかり教えてやれ。今度バックれたらその時は両足を折ってやるってな。あ、道理で優しいわけだよ。ありがとうよ。フランクにも礼を言ってくれ。なんで、弟だったらなんか別に、まあ、当たり前の感じだからてか開けたことによって腕が折っちゃったし。余計なことしやがって。何言ってんだ。殺されてたかもしれないんだぞ。お前には関係ねえだろ。ああ。首を突っ込むな。わ、めっちゃ L に押してんだけど。頼まれてきたマイキーの女は関係ある。あ、これね、弟のためにやったって言ったらね、こいつもね、理解を示すよ。弟のためなら仕方がないって、ね。関係ある。マイキー友達だ。ああ。危ない目に遭わせたくない。ヒーロー気取りか。ネイサン・プレスコットをかばったと思ったら。いやね、ネイサン、今度は俺たちだよ。てか、なんでもネイサンやりすぎだろ、お前。腕を見せてみろ。もうほっといてくれ。まあ謝った方がいいかな。なんかこいつ結構この距離で今会話してて悪いやつじゃなさそうだしな。っていうか、まあ、姉さんはねもう悪いやつなんだよな。でもなんかな、複雑だな。ごめん。謝ったって親父は楽にならねえよ。たく、うん、僕らなら大丈夫。